皆様こんにちは。祝チャンネル登録1000人ありがとうございます。今回はチャンネル登録1000人を記念いたしまして、勝手に在宅ワークの質問コーナーをやっていきたいと思います。すべて勝手に決めて勝手にお答えしておりますので、温かい目で見守っていてください。それでは早速行ってみよう。まず最初の質問からこれに書きました、まず在宅ワークを始めたきっかけ、こちらはですね、こちらの動画の方でもちょっとちらっとお話はしているのですが、この在宅ワークを始める前の会社がですね、ちょっとプチブラックプラス、もう一人の女性の方がもう本当に今までに会ったことないぐらい結構やばい方と言ったら失礼なのかもしれないんですけども、まああの年になってああいう方はいらっしゃるんだって本当びっくりするような方でございまして、耐えきれずに辞めちゃったんですけど、もうその職場で働いてもう人間と一切関わりたくないって思ってしまって、でも仕事はしないと子供もいるしっていうことで、コロナの時代だったので在宅ワークっていうのが頭に何か浮かんでしまって、で、安易な考えなんですけど、その時の当時の自分は在宅ワークにすれば人と関わらなくていいって思っちゃったんです。きっかけとしましては、そのやっぱり人間関係がきっかけで探し始めました。で、次、在宅ワークどうやって探した。これはですね、私はもうインディード一択でございます。当時辞めた時に早く探さないといけなくて、なんか数ある有名な求人サイトってあるじゃないですか。名前はもう言わないんですけど、その数ある求人サイトに登録をして、5、6件だったかな、登録して探してたんですけど、登録したところから毎日なんか何十通もそのメールが来るわけですよ。この仕事どうですか、この仕事どうですかみたいな。その送られてくるやつが全く在宅ワークじゃないんですよ。で、なのにメールめっちゃ来るので、もうその登録したやつをメール来る会社のところは退会して、インディードで完全在宅、もうこの一択だけ検索のところに入れて、でその当時私はインバウンドっていうのは受ける電話のことなんですけども、インバウンドの経験しかなかったので、そちらもインバウンド一択で探してて、前置きがすごくまた長くなってしまうんですけど、答えはインディード一択でございます。本当に多分インディードが本当に一番いいです。で、そこで今の会社と出会ったという感じでございます。次行きます。パソコンは準備した。動画で前お話しした気もするんですけども、私は本当に考えが甘いんですよね。もう即行動を起こしちゃう人間でございますので、その始めるってなったらまずパソコンが必要なんだと思って、パソコンと Wi-Fi、 光 Wi-Fi が必要なんだっていうのを求人を読んでて思ったんですよね。必要事項のところに書いてあることが多くて、その当時ソフトバンクのコンセントに挿すタイプの、それでもなんか普段の生活には支障がなかったから解約したくないなとは思ってたんですけど、でもそれじゃダメって書いてあるんですよ。必ずそのコンセントで挿すタイプとかはダメ。なのでもう心を鬼にして、もう心の中で在宅以外働かないって思ってたので、光 Wi-Fi とパソコンを買ったという感じでございます。
ちなみに買ったパソコンはこちらでございます。まあまあいいパソコンなんですよ。本当に全然使ってませんけど、買ったはいいものの、今現在お勤めしている会社は全てがその貸していただける会社だったという、まれにあるんですよね、貸して、まあ、結構多いのかな、貸してくれる会社っていうのを、貸してくれるっていうのをその後で気づいてしまって、なのでこちらの答え、とりあえず光 Wi-Fi だけあればなんとかなるっていう答えが正しいのかな。次、ワンちゃんや猫ちゃん大丈夫なの？こちらはですね、基本的に必ず求人のところに静かな環境で仕事ができる方とや騒音などが気にならない環境の方みたいなのが結構書いてるんですよね、必要事項のところに。猫ちゃんもだけど、犬ちゃん、ワンちゃんもなんですけど、ずっと泣いてる子って、まあ、想像いないじゃないですか。ペットいるってちゃんと必ずその言うんですけど、そこを受け入れてくれる会社かそうじゃないかっていうところの違いだと私は思ってます。これの答えに関しては完全に会社次第っていうのが正解かな。で、実際働いてみて、もちろん泣いたことあります、お話し中に。ですが、前もどっかどれか、これまたどれかどうかで書いたんですけど、初めて泣いた時に、うちのそっちゃんが泣いた時に、わーかわいいって言ってくれるお客様だったんです、たまたま。でも本当平謝りしたんですけど、いえいえ全然癒されますみたいな感じで言ってくださって、あー素敵な方だなって思って、でまあそこはことを終えたんですけど、一度だけですね、そのクレーム中にそっちが泣いちゃったことがあったんですよ、まあ、よくないんですけどね、本当に。これでもこればっかりはワンちゃんの習性なので、泣くなよ今とか言っても多分絶対無理なことであって、でクレーム中に泣いちゃうんですけど、これもまたありがたいことに、クレーム言ってる方ってもう自分しか見えてないんですよ、おそらく。なので全くそっちのことには触れなく、もう自分の言いたいことをバーって言ってっていう感じで、そっちのことでクレームになったり、あのなんかその電話中にうるさいわとか言われたりしたことは一度もないです。でちょっと猫ちゃんはそんなうるさくないじゃないですか、まあ、次、面接は、面接、私はですね、面接という面接はこれまたなくて、インディードの履歴書ももちろん作成なんかしてなくて、あ、そう、なんかそのアプリであるんですよ、履歴書作れるやつが。で、E メールで送信だったかな、実は電話来たんですね。今の現状全て聞かれて、その子供、犬、今何して働いてる、あ、経験はある、コールセンターの経験はあるみたいな、そういうの聞かれて、でまさかの、ま、あ、じゃあ分かりましたみたいな、そういう一通り話して、もうそれも5分とかだった気がするんですけど、採用かどうかっていうのはまたご連絡をさせていただきますっていうことで終わったんですね。 2,3 日後には来て、そしたらその電話はもうこのいついつから働いてほしいので、ちなみになんですけど、その在宅ワーク探す期間の間に何もしないわけにはいかないじゃないですか、お仕事を。なので私は経験がなかったので、それまでコールセンターとかパソコン使う仕事に就いてたことはなかったので、1ヶ月間の短期でコールセンターのところに働きに行ってました。それ在宅じゃなくて現場に行くところ、もうだから逆にそれ言っててよかったなって本当に思います。多分それがなかったら私は今ここにいない気がします。次、これは質問ではないんですけど多分気になると思うので答えますね、まあ、私の会社の場合ですけど、研修2日間のこの2日の時に上の上席の方とお客様が上席で1対1でとりあえずっていうやつをやっても3日目にはお客様って感じなんですけど、そのもちろん3日目のお客様で完璧にできるわけないので、常にこう聞いててくれてる状態です。そのこっちの耳の方に私にこう入ってくる、こう言いなさい、こう言ったらいいよみたいな感じで、もちろんその声はお客様には届いてないんですけど、なんかそういうシステムがあって、何人かも、でも 2,3 人とかだったかな、それも 2,3 人とかやってもらって、そっからはもう一人で
お客様と一対一でお話しするという感じで、もうわからないことあったらとりあえずお電話を切って折り返しをさせていただくっていうやり方と、もう本当に最初の頃はですね、ひどい方の時はもう定石を頼らせていただいて定石からの折り返しとさせていただきますっていう形で終わってましたね。なのでこれが本当にですね、コールセンター未経験の方っていうのが難しいと思うんですよね。心折れるんですよ。で、私10人だったんですよ、研修の時。同期がだから、その前も書いたんですけど、次の日には3人7人になってて、最後の3日目には何人だったか、5人残ってた、そうか、5人残ってたんだ、そう、5人残ってて、で今現在私1人という形、同期がですよ、同期が私1人という形になってるくらいなので、本当に多分おそらく心が折れると思います。経験ない方は何言ってるのか、経験ある私でも何言ってるのかちんぷんかんぷんだったんですね。で、私に関してはパソコンが本当に大の苦手で、電源入れるということだけしか本当にできなかったんです、マジで。なんですけど、今こうやって使えるようになってるし、皆さんも諦めなかったら絶対分かるので、聞いてたらちゃんと。なのでこれからやられる方は、初日が嫌でも次の日には分かるようになってて楽しくなるので、ぜひそこは諦めないでほしいと思います。誰だよって感じですね。で、次、これも気になると思います。人間関係、安易な考えだったので、在宅になれば人間関係はないって勝手に思ってたんですけど、もちろん在宅ワークでも人とのつながりはあるので人間関係はあるんですけど、もう本当に、じゃあ今までの人間関係が10だったとするじゃないですか、10人間関係をやってたとしたら、もう今とか1です、1もないかなって感じなんですけど、基本定石とだけお話しするのは、しかもその定石の方も嫌な方じゃないので、分からないことあったらとても説明も上手で、こうもちろんその厳しい方なんですけど、その厳しさの中に愛があると言いますか。なのでこちらもその人間関係に関しては定石したいっていう感じだと思います。で、実際働いてみてどう？実際働いてみてですね、もちろん好きで働いてはいません。すっごい嫌なこともあるし、クレーマーですね、クレーマー一択なんですけど、それに当たらなければ一日ハッピーだし、まあ、当たらないことはないけど、でも20人に1人なんですよ、大体ひどい人は。私で大体30、40一日に取る計算になるので、2人だから当たるぐらいなので、全然もう普通の外に働いて人間関係の人の顔色を伺うぐらいだったら全然こっちの方がいいなって思います。次、副業一本で生活できる？これは答えはノーです。絶対できないと思います。あ、もちろんそのできる方もいる、絶対っていう言い方失礼なのであれなんですけど、絶対できる方もいらっしゃるんですけど、私は2人暮らし、息子も中学生、ワンちゃんもいてっていう、こんぐらいのあれになると無理です。できないです。なのでもう副業するしかないんですけど、でもここもまたいいところで、在宅にいると自然と外に出たくなったりもしたりして、前も書いてるんですけど、派遣登録してて1日バイトあったりしたら行ったりとか、そういうのも1日だから全然苦じゃないし、なんなら外に出れることをありがとうって思えるようになったんですよ、在宅をすることによって。なので答えは、在宅一本の答えは生活できません。じゃあここもうちょっと長くなりすぎて、皆さん飽きてません？大丈夫ですか？次、最後にしますね。多分これはですね、働いてる方へのあれになっちゃうんですけど、クレーマーへの対処法。もうこれはもうですね、もう信じられないぐらい丁寧に、逆に丁寧に言ってください。もう基本収まります、本当に。やっぱりですね、こうクレーマーって同じ熱量で来る人がいると、もうすっごくヒートアップするんですよ。わーって言ってるところに、あーさようでございますね、おっしゃる通りでございますって言うだけで、本当に本当に面白いぐらい静まっていくんですよ。
もうなんなら、その私結構経験あるんですけど、最後の方に、あ、姉ちゃんに話してよかったわみたいな、ちょっと収まったわみたいな感じで言ってくださる、言ってくださるっていうか、クレーマーに対してくださるって言葉も使いたくないんですけど、私は言ってくれる人もいるので、極力声のトーンは一定で、コールセンターやられてる方でどうしてもカットなってし、私ももちろんカットなる時あるんですよ、どう超えるやつもいるから。そういう時はちょっと態度に出ちゃうんですけど、クレーマーが来たらとりあえずすっごい丁寧に言ってみてください。面白いぐらい態度変わるので、これはおじさんもおばはんも絶対にもうね、それで変わらない人はもう定石を頼るしかないです。まあアンポン人なんで、ちょっともうそこは無視しましょう。はい、ではこんな感じで長くなってしまったんですけど、どうでしょうか、気になったやつ答えれてますか。今後もいろんな、なんか参考になるやつをアップできたらなって思いますし、いつもみたいなくだらない動画もアップできたらなと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では次の動画でね、バイバーイ。おめでとう。え、何すごい気に入ったの？怖いですよ。めっちゃ涙が出るくらい嬉しかった。おめでとう。尊敬した。尊敬した。尊敬したって。やば。ガチで行った。1年2ヶ月かかったね。